大城部屋チャンネル。鶏ニンニクと豚味噌と豚味噌っていう鍋があるので、それを作って、あとは目玉焼き、野菜炒めぐらい、あとはなんか流れで増やしたりします。タブスさんです。これ真ん中のやつは、タブスさんです。15分、約15分ぐらいで経ってます。スイッチ入れたら。終わりました。Thank you.
ちょっとでいいです。鶏ニンニクってやってるの、なんだろう、昔から作ってるやつがあって、結構人気なんですよ。匂いの爆弾をつける感じですね。じゃあ明日から巡業で行きたいかな。よろしくお願いします。一泊明日、はい、で、その発表っていうところですっごいお客さん少なかったです。めちゃくちゃこんなことあるんだ。味の素です。うん、でそれはもうレッドバイス。鶏ニンニク完成しました。そうでしょ。こっちがちょっとなんか残ってた。まあいいよね。ボサボサなんで。寒いしても寒い。
の頼まないようにカーブの次に食べたんじゃないここで食べてるダメちゃんのそうそうそうショーンもやるショーンもやってほしいI'm sorry.
まい。鍋が完成しました。今日鍋あるの？いつもありますから。あ、マジで今日も鍋なんだ。昨日食え鍋だったの。ちょっと何これ？鹿肉だもん。鹿肉え？冷凍したって何肉か分かんないんだよ。よし、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 よし。ちょっと歩いて準備行けよ。みんなでいただきます。